対決サクサクセス24回目の相手は日本代表に選出された巨人の4番岡本和真です。今季はシーズン開幕前に久しぶりに WBC が開催され、なんといってもメンツが豪華よね。これは日米ともにだし、世界各国全体が。その WBC に向けての日本代表のキャンプっていうのが2月の17日から始まって、そしてこのシリーズでもそれに合わせてこれから日本代表に選ばれた侍たちとの対決を中心的にやっていこうと思います。第1弾が巨人から選ばれた岡本和真。能力に関してはもちろん強く、残した成績も良く、それが評価されて日本代表に選ばれたんでしょうけど、もう2022年に関しては村上という選手が同じポジション同じリーグにいたもんもあってか、これは岡本に限らず全体が村上の影に隠れちゃったよ。その中でも特にこの岡本和真が村上の影響を受けてるかな。やっぱ同じポジションにあの選手がいる以上は、やっぱあっちが評価されてこっちは数字に対して評価がされないってことは当然リアルにもあって、この世界でもそうですよね。村上を知っちゃってるんで、別にこれから岡本和真をペナントで回して出した成績見ても特にイエーオーウェーみたいなのはなれない。まあこんなもんじゃねーみたいな若干冷めた感じでお届けすることになるかもしれない。選手を作る際は巨人で、持ち込みアイテムはまず打撃が必要な対決ですよ。シンプルミート強化カードとパワー強化カード、当然これから作る選手も打撃はもちろん守備能力もある、そんな選手を作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。オラも日本代表になるんだなって見せるんだ、そういう気持ちはあるぞ。こんな能力ではあるけど、パワーパネルがいきなり結構あるのでそれを踏んで能力上げたい。ここにいるのはウォーカーじゃないか。何かくれるかな、何をくれるかな。パワー、ありがたい能力くれましたね。できればプラスで特殊能力もあればよかったんだけど、ラッキートレジャーカード、これまでゲットだぜ。ウォーカーにあったことによって始まりはいい感じや。序盤のうちハテナパネル踏んでもマイナス的なイベントがないかなと思ってたんですけど、いきなりゲロ吐いた。ゲロ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 ゲっていう感じやね。ほんで体力2しか回復しねえし、マジか。でもここで回復よかった、ゲロが戻ってきた。いや気持ち悪い。このステージに関してはあとはこの辺のハテナパネル、ワオパネル消滅、もう踏まない方がいいような感じしてるんですけど、もう一回おまけで踏んでみると体力超回復、よかったよかった。まずは打撃をメインに上げていかないとね。パワーはもちろんミート能力も、ただミートパネルがさっきからやたらない上になんか赤が鬱陶しいところはあるな。このステージ長居する理由なくねえか、正直な話。ハテナパネルでミート能力アップで、ちょっと赤が多いんでね、金縛りで選手の動き止めて選手に会って、あ、赤消滅、そらいいね。まあでもね、どうしようかな。体力温存して次のステージ進むのもありですけどね。ここでおにぎり踏んで、あ、めちゃくちゃ回復することができた。たかが一つのパワーパネルのためだけにあっち行くのもあれだし、他もそれ以外のパネル踏むのやめてステージ3を堪能するために体力を残して次行く。期待してよ、ステージ3にな。まずその前に弾道を上げていかないとダメなんですけど、弾道パネルもないし、あそこにある特化パネル、あれを早い段階で踏んでミートに変えれるのであればミートに、パワーに変えれるのであればパワーにと行きたかったんだけど、あんなとこじゃ無理だね、間に合わへんね。とりあえずこのステージはこの辺にあるパネルを踏んでやる気も上げて、宝箱の中身は野球偉人伝パワーヒッターとかつかない？プレッシャーラン決勝だ。WBC では必要になるかもしれない、特にこの決勝だ。最後を決めるのはお前かもしれん。イチローのような伝説にレジェンドになれるかもしれない。いや今のまんまだともうそもそも国際大会に参加できないから、その過程の話は意味ないかな。あーどうしようかな、このステージ。そこの特化パネル変わるの待とうか。やっぱミート能力パワー能力上げたいんで、ちょっと待って、今ミートやね。まあミートも大事なんで、ちょっとこれ全部ミート変えますわ。でそこにいるのはポランコ、あっておいてマイナスはないんだけど、お前うろちょろすんなよ、めんどくせえな。鼻から会えや、また赤パネル踏むことになるじゃねえか。あー守備能力下がる、そこも大事や。言うたそばから下がる。ミート能力上げて、一気に死の63まで向上することができた。とりまミートはここで打ち止めというか、まあもっと上げれるのであれば上げていってもいいけど、まずはパワーでしょ、そこも重要なんで。あと弾道パネル、それもここまでないんだけど、ここでもないね。これじゃパワーヒッターになれない、岡本のようにホームラン打つことができないじゃないか。回復しなんていらへんから、まずはオラにパワーと弾道を分けてくれって感じっすね。おにぎりパネルを組んで、あー今弾道下がった、1になった。おいおいおい、完全なアヘタンじゃないか。国際大会アヘタンいらないでしょ、そんなもん選んでどないすんねん。野球マン3号もシャッフルパネルがあるんで、これすぐに会うことはできないぞ。宝箱の中身はまた野球偉人伝で、ラインドライブ、ヘッドスライディング、なんなのさっきからお前、足を生かす選手になってないか。そんなんいらへんねん。パワーパワーパワー、力は正義なんだよ、それを手に入れろ言うとんのね。シャッフル踏んで、まずは野球マン会うこと最優先で、こっち来てくれねえかな、もううろちょろすんな。あよかった、能力は上がれたら、この場合守備能力ね、弾道が上がるわけではない。そういうイベントも時にはあっていいんじゃない、野球マン。それも仕事で正義だろ、ということしてくれないんだよね。うわやばい、あーやばい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 、これゴール行くにも行けないぞ。一回シャッフル踏みますけど、どこに来る？
うわ、距離感的にちょっと怖いね。もう一目散に行くよね。一目散に行くよね。すごい勢いで来てない？これやばくない？やばくない？無理やね。ギリ間に合う、ギリ間に合う。よかった。金縛りで動きを封じ込めるってことはできませんけども、この際これで終わりにして、ちょっと一歩遅かったら、あと一パネル後ろにいたら吹っ飛ばされていた。ただ、いっそのこと吹っ飛ばされた方がいいような能力でここまで来ちゃいましたけどね、ステージ5を迎えて弾道が1ってあかんやろ。お前、最低3必要な対決やぞ。のにもかかわらず1、最後に息上げることできる？パワーもそう、ミートもそう、全部がそう。半端な能力で最終ステージ迎えて、特にイベントもなくパネル転生とかあればよかったって思うんだけど、そして最後まで弾道パネルはございませんでした。鼻からパワーヒーター作らせる気がこのモードにないんだわ。ちょっとしょうもないねっちゅう話。俺ができることは今あるパネル踏んでちょっとでも強くしていくしかない。岡本とは違うタイプになるけど、もういっそのことそうしていくしかないでしょ。例えば特化パネル踏んで全部ミートに変えたり、また守備能力向上させて小技の部分で勝っていくしかないんじゃない。ただ特化パネルの位置も遠いしな。ほんで守備能力もここまで全然上げられてないし。うわーで彼横に来るが、いやもうこれいっそのことはめていくしかないですよね。うわー、体力が2ダウン。それは助かった。で、カレンをはめたことによって体力がここで回復で邪魔するものはもういないですけども、いや、お前の存在そのものが邪魔といえば邪魔なんだけどな。全然強くないから。どうしようかな。これとりあえずこっち行って、こっち行って、赤パネル消滅で青になって、依然それでも弾道パネルは追加されないという。そして今特化パネルがミートなので、これ間に合わへんわ。ミート全部変えることはできないで、いっそのことアベレージの方に特化したいという思いはあるんだけど、無理やな。間に合わへん。何？パワーと総力入れ替わる。おいおいおい、ただでさえないパワーがまた下がるのか、お前。そして今特化パネルパワーですよね。いや、これ踏んでも意味ないですよ。この弾道だとそのパワーを生かすことができないから、待つしかないんじゃない？ちょっと他のパネル踏みながらというか、特化パネルを全部、もうミート、いっそのこともそっちにするしかないので、こいつの残された選択肢、唯一の勝ち道ってそれですよ。うわ、でも体力もないから、そんなゆとりもなくねえか。一旦特化パネル変わるの待つけど、その間にも体力だいぶ消化したよね。で、全部青パネル変わったが、いやもう体力ないんだからどうすんねん、これ。とりあえず一回シャッフル踏むけど、なんかもうどうしようもないよね。もうとりあえず一回踏んで、一回踏んで、こっち行って、うん。で、残された体力3で、3じゃ何もできないね。うん、このステージこれで終わって、こんな能力で終了で、お前が侍ジャパンに選ばれるわけがない！クソみてえな選手ではなくて、間違いなくクソが出来上がりました。この時点で対決にならないことが確定しているので、もうそういう楽しみ方は視聴者のみんなしてくれんなよ。対決はどうでもいい。日本代表に選ばれた岡本和真がどういう数字を残すのか、そういう見方でよろしく。クソ臭い匂いが充満してるような気がするが、これからその匂いの元となるものを見ていくことになるんで、見たくはないですけど、一応確認といきましょう。成績オープン、打率から2割3分7厘と低すぎる打率ですけど、それ以上にみんな周りが低すぎねえかな。一番高くて2割4分9厘のポランコっておかしいよね。そしてその下にはたくさんいて、梶谷1割9分5厘になんでこんなやつ取ったんや。ただ打率低いだけでも問題なの、それにいてホームラン1本しか打てていないっていう、そんな能力で逆にこれだけの機会やって、なんでホームラン1本で終わんねえ。なるほどね、これだけクソ臭かった理由ってのは、俺の選手だけじゃなくて周りもクソだったからだ。だからも充満してるんですね、この匂いってやつが。いつまでもこんなクソ臭い画面眺めててもキリがないので、すぐ確認といきましょう。143試合フルで出れていて、2割3分7厘でホームランはたったの1本、塁打数139塁打、打点44打点、得点圏打率2割5分8厘と周りが打ってない中一番高い得点圏を記録しているわ。だからなんなの、別にすごくもなんともね。そもそも機会がこれだけあってのこの数字かつこの打点、褒められるものじゃねえよ。得点43三振105、フォアボール46、デッドボール12個とやたら多いのは何なんだろうね。こんな中でもとにかく出塁したろうと。俺は力がない野球選手だ。せめてなんかチームのためを持ってデッドボールで出塁稼ぐ、そういう意識が君の中にあったのか。ある意味プロ意識が高いとも言えるが、本当に高いやつこんな能力ならねえから、もっと強くなるはずだから。偵察13個と、この辺からもプロ意識の低さは出てる。盗塁もたったの4つだけ。出塁しても何の価値もねえよ、足も速くねえんだから。出塁率は3割0分9厘、長打率は2割5分、RC272.35、OPS は5割5分9厘のやつが4番にいちゃダメだし、そのやつが侍ジャパンにやはり選ばれるわけもなく、クソみてえな数字でフィニッシュということになりました。もうそれは全体がそうなんですけどね。ただその全体に対する言及今回いらないでしょ。侍ジャパンに選ばれた日本代表選手の対決でこんなクソを見て、うわクソくせえっていう動画にしたくはないの。いいもの見てすげえって言いたいの。一応守備も見ていくが、失策15で守備率9割6分5となっていて、これがいいのか悪いのかっていうのがちょっとわかんないんですよね。全体の三塁手という部分で比較していくと、いや三塁手の中でもエラーの数はダントツ。まあそれは他と比べて守備機会が多いからっていうのは
は大前提あるけど、いやその多い中エラーしたらあかんやん。それよりも村上の成績ちょいと気になるよね。先に確認していくと、あ、首位打者は取れてないんだ。近本の3割0分9厘がトップで、村上は全体10番目にも入れていないんだね。どこにいる村上、ここにいた、たったの2割6分3厘。それに対しての本塁打数はたったの35本。いやいやいや、オタク今季すごい数字残してん。だからうちの岡本が影に隠れて全く評価されてない世界が今ここにあんのに、この世界は違うね。打点92打点で、なんか見る数字全部しょぼいですよね。あの村上を知ってる以上、またこんな能力を村上を見てる以上、いやいや、それに対してのこの数字でええわけないやん。なんかどいつもこいつも数字しょぼいんやけど、どういうことこれ。タイトルの確認をしていくが、ベストナインから選ばれるはずはなく村上がいるんでね。ゴールデングラブ、あ、取るんだそれは。取ってどうするっていう話ですけどね。あ、取っちゃったね一応。そして梶谷も同じく選ばれてますね。あんな打撃成績で、守備は確かにいいのかもしれないですよ、この2選手ともね。でも取るに値しないクソみたいな打撃成績なんだから、そもそも選考外にしろやっちゅう話、おかしいだろこれよ。そして個人タイトル、もちろん取れたものはなく、なんか思ったほどすごくなく、日本代表選手との対決だからこそ華々しい数字、そういうものを見たかったんですけど、やはりこの全体的な打点の流れにみんな飲み込まれて、あの村上ですらしょぼかったよ。こんな流れで岡本和真を回しても幸せになれるのか、なんならそこもまたクソ臭さが充満していて、とにかくクソ臭い動画になって終わりそうな感じ、空気、そういうものがありますけども、とりあえず先行で回した僕の選手は、始まりからクソ、中盤クソ、終わりもクソ、クソで終わった、ただそれだけ。続いて高校選手の岡本和真を同じ起用法でペナント回していくことになるが、君はきっと違う世界を作ってくれるはず、そう信じてるよ。先行選手と違って確かな能力はある。ただ不安な点はミーとイーの44とかなり低いこと、まあこれは今季残した打率の低さもあるので、それがゆえにこの超投稿打点の中、ミートがなさすぎて全く打てずクソみたいな数字になる、十分にあり得ること。しかしそんなものはもう見たくはない。この対決に関してはお前の勝ちでいいというか、勝ちなんだよ。もうここで勝ちって言い切っていいからさ。だからこそもっともっと素晴らしいもの、日本代表に選ばれたその理由ってやつを見せつけてほしいんですけど、どんな数字を残すのか、これから確認といきましょう。岡本のシーズン開幕。岡本和真のシーズンが終了し、今の時点ではクソ臭さ、それを感じることはあまりないこともないかな。先の流れもあるから、まだ先の選手の匂いっていうものが残っていて、ちょっと鼻に来るものもある。しかしこれは岡本和真が匂いの元ではないですから、やはり先の選手の影響なので、きっと岡本は違う成績を残してくれていて、日本代表に選ばれたその理由を数字で証明してるはず。成績確認といきましょう。オープン、打率は1割8分5厘はで、さっき1割台だった梶谷が2割5分7厘。君がその打率ではなくて、岡本がその打率であれば説得力はあるが、141試合出てるんですね。2試合の欠場だけで1割8分5厘。いや、もっと休んでたらよかったの。547打数の101安打。二塁打14本で本塁打は17本。そらそうだよね、打率がこれだけ低くなってるってことは、本塁打も半減どころか、もうほんと3分の1程度になってます。打率が衝撃的すぎたので、別に本塁打減ってることに対する驚きもなく、塁打数166塁打、打点57打点。4番で確かな機会もありますよ。チームで1番の得点圏の機会がありながらも、このような数字になったのは単純に打ててないから。得点だって52得点、三振152で、三振率が異常やな。変化球くるくる、外すらくるくるみたいな感じの岡本和真かな。まああの数字であればね、こういう感じになってるのもうなずけるし、そういう姿も想像できる。フォアボールも52個、デッドボールもたったの5つで、君にはプロ意識がないな。バットで結果残せないのであれば、何が何でも肘出してでもだね。お前出塁するその意識がないのか。先行選手にあったよ、最終的にクソやったけどね。君は意識からクソ、成績もクソやぞ。ギヒたったの2個で、併殺も12個でチャンス潰しまくっていて、ワーストの数字を記録している。出塁率もたったの2割6分1厘程度、長打率も3割0分3厘程度、 OPS も5割6分4厘、RC272.35 とはクッソみてえというか、クソでしかねえ。なんでこうなった。回す前に確かに言ったよ、ミート能力が低すぎるって。でもこんな数字を予想してあの言葉は入ったわけじゃない。2割前半くらいでちょっと本塁打減るかもしれないみたいな意味合いを込めて言ったのよ。リアルと比べて若干数字が落ちるかなと。ここまでの落ちぶれ方を想定してたわけじゃないし、想像してたわけじゃないし、だからこそショック衝撃が大きすぎて、こんなやつが侍ジャパンに選ばれたその理由もわからないね。村上いるんだからこいつ選ばんでよかったんちゃうの。ちなみにその村上の成績を見ていくと、2割8分2厘、先と違って打率はやや上げてきたが、それでもリアルな村上と比較してしょべえよな。本塁打は
まあ、45本打ってるんでね、 OPS も10割超えちゃってるんで、これだけの打点の中この数字を残すのは立派なもの。2位との差はもう1割以上ありますからね。せめて2位に岡本がいたらよかったんですけど、岡本くんの名前はどこで確認することになるんでしょうか。随分下ですね。あ、ここにいましたね。全体2番目、ワースト2番目、梅野の下にいてポランコにも間挟まれている。年間表彰式、おそらくゴールデングラブは取ってると思います。守備能力が高いので、もうその辺はね、取ってても何の意味もないけど、ベストナインはなく、ゴールデングラブは受賞してますね。こんな数字でありながら取ることに意味があるのかって言われたら、先ほどの選手同様こいつもねえよ。やっぱりあのクソ臭さっていうのはお前が出してたものやったんやね。匂いの元やったんやね。その匂いの元となる2人が今回対決し、さあどっちが勝者って言われたら、もうどっちも負けていいんじゃない。今回に関しては勝ち負けないでしょ。なんて言ったらいいのかな、いびきじゃないというか、なんかもう水で流されるべきというか、もうそうしましょう。あまりにもひどすぎる成績同士なので、もう勝者なし、敗者なし、水に流して不戦勝というか、なかったことにして、今回の対決結果は何もない、それでいい。シリーズ初めての決着答えということになりますが、もう今回は勝負に値しなかったので、こういう答えを出させていただきました。そしてこの動画まだ終わりじゃなくて、もう一回だけ岡本和真をオートペナントで回していきます。さすがに今回出た成績はあまりにもひどすぎた。だからこそもう一度機会を与えてオペナ回してみると、次はどんな数字を残すのか。またクソ臭いような気がするんですが、いや次はちゃんと岡本和真が能力通りのパフォーマンスをしてくれてるはずなので、それを確認といきましょう。オープン、打率2割5分6厘、さっきとは違いますね。次は丸が1割台まで落ちちゃいました。なんなんだろうね、ほんと怖いね。毎回1割台がおるやん。それが例えば本当に能力の低いやつだったらわかるんだけど、丸なんて能力まだ高く、こんな打率になるような選手じゃないけどなってしまっている。でさっきあれだった梶谷が2割7分7厘で、なんか怖い、ロシアンルーレット的やね。絶対毎回誰か1割台になっていて、それはもう完全ランダム、能力では決まらない。例えばこれヤクルトで回してたら、村上が1割台になる時だってあったかもなんて言ってたら、いや違いますね、村上はやはり村上なんで、そんなことはなく3割1分3厘46ホーマー、打点116打点で OPS は10割を超えてのこの数字と、すんげーもん残してますね。まあこれでもリアルな村上と比べたらあれやけど。村上を見たその流れで岡本見ていきますが、136試合に出場しての2割5分6厘、能力を考えたらこのような打率の収まるのが普通でしょうね。本塁打に関しては28本、これも能力から考えられる数字というか、もっと打てるポテンシャルはあるけどな。さっき見たかったのはこれ。これだったらさ、これだけ超投高打低の中でこういう数字を残す岡本和真だから侍ジャパンに選ばれたんだ。またこれが岡本和真なんだってわかるよ。まあそれに対しての OPS が8割未満。岡本って本塁打に対しての OPS が毎シーズン悪いんですよね。それは出塁率が稼げない、フォアボールが少ない、打率が低い、まあいろいろと要因があるんですけど、だからホームランほど怖さがない。まあまあそれでもですよ、あの数字を見た後にようやく岡本和真と存在を認識できるものがいてくれましたね。ほんとそれが先ほどいてくれたら、もっと細かく数字を見て、まあ悪い部分もあるけど、ここが岡本和真だよねっていろいろと語ることができたの。さっき言ったのクソでしかなかったからさ、そのクソ見て語ることなんてない。クソを見て思うことはみんな、あクソやなしかないんやから。こんな感じでシリーズ24回目の動画は終了ということになります。初めて対決の勝者敗者なしという決着になりましたが、まあもうご覧いただいた通り仕方がないでしょ。次回もまたその WBC に選ばれた選手を中心的に対決し、対決になるものをお届けしようと考えているので、興味があれば次回の動画見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。